こんにちは、たくみです。今、ブンカーンのちょうどいい中にポンちゃんに会いに来ています。しかし、めちゃめちゃ悲しいことに、実質的にポンちゃんに振られてしまいました。早速その現在進行中で振られ中の状況説明なんですが、ポンちゃんは他の男性と旅行中です。今回ここに1週間ぐらい前にサプライズできた時は、ポンちゃんめちゃめちゃ嬉しさと恥ずかしさが混じったような感じで喜んでいました。そして再会してから数日間、24時間一緒にこのバンガローでラブラブイチャイチャしていました。ダブルベッドでポーンちゃんがずっと絡んできてくれてすごい嬉しかったですね。しかし5日前にポーンちゃんは1日いなくなると言ってどこかに行ってしまいました。しかし3日経っても連絡がないので、ポーンちゃんの周りの人に聞いたところ、ポーンちゃんは他の男性と旅行中とのことでした。僕がここに来る前からこの話はあったようです。というめちゃめちゃ悲しい振られ方をしました。いや、すごいですね、ポンちゃん。ギャルという感じです。ポンちゃん見た目も性格も可愛いのでめちゃめちゃモテるようです。まあでも自由恋愛なので仕方ないですね。ポンちゃんは結婚してるわけでもなく、付き合ったとしてもそこに何らかの義務が生まれるわけではないので、超自然に生きてるという感じですね。僕はこういったこと全体を見て、自由恋愛というより競争恋愛なんだなといつも思っています。そしてこの競争恋愛はかなり残酷です。この顔のおかげで人生を通して体感しております。自分がどれだけいいことを相手にしようと、一般的にイケメンであろうと、最後に選ぶのは相手です。結婚すると法的な問題などの強い拘束力などが生まれて、そういった考えは一般的に寄せられますが、それでもその拘束力を破って、その人の選択で不倫や浮気、別居などが生まれますよね。こういったこと全体を見てみると、法的な恋愛観や自由恋愛よりも競争恋愛が根本にある気が僕はします。結婚しているのになんで、付き合っているのになんでと思うかもしれませんが、それは自分に十分な魅力がないという結果です。僕はいつもここから、じゃあ振られた今、浮気されている今、どうするかと考えたところ、自分を磨くのが最善の方法だと思っています。振られた今、浮気されている今、まじまじと体感するのですが、もうこれ一択だと思います。自分を磨くしかないと思います。自分を磨いて将来素敵な女性に会った時に好いてもらうしかない、これしかないと思います。ポンちゃんに全く非はないと思います。自分を磨くという考えは、相手の心をどうしても戻したい時や、相手に好いてもらいたい時、また相手が他の男性を選ぼうとしている時もすごい有効に働きます。そのような不安定な女性の心をルールなどで縛ろうとすると、女性の心はどんどん離れていってしまいます。なので自分を磨くのがより良い方法であり、健全かつ建設的だと思います。ということで、現在進行中で振られ中の僕の恋愛観などをお話しさせていただきました。ポンちゃんとの奇跡の出会いから、いろいろと楽しいことばかりだったのですが、ちょっと走馬灯のように振り返っていいですか。振り返った後に対人彼女の作り方や対人の恋愛についてお話しさせていただきたいと思います。母数が少ない恋愛初心者ですが、参考にしていただけると思います。この映像のようにいろいろいいことばかりあって、今言っても全く後悔はないぐらいです。こんにちは、たくみです。今回はタイのブンカーンからお届けしています。いや、タイが大好きすぎてまたタイに帰ってきてしまいました。そしてここはめちゃめちゃ田舎なところなんですけど、辺境に向かうバスを途中で下車したので、さらに辺境に来ています。そしてもう一人、超ドタイプの女の子がいます。めちゃめちゃ可愛い女の子がいます。なんとかしてこの子とお近づきになりたいですね。チューアライダおーいらーい、チューアライYou speak English. Are you talking like that? 気なり密着できていい感じですね。はい、ということでドライブ風景こんな感じです。使い方もちょっと密着どころじゃないですね。このバイクがちっちゃすぎてもう入ってるぐらいですね。さっきバイクで走ってた時も、すごいドキドキしましたね。この子めちゃめちゃスタイルがいいです。もう足とかすっごい細いですね。モデル級ですね。あと今日のファッションもすごい可愛いですね。
Wait, wait, wait. Okay. And two are like up. ガパオムーカン。ガパオムーカン。カ、ココンカ。ということで、ガパオライスのこれは豚ですかね。ムーポーク。ムーポーク。Okay. ココンカ。ということで、うん、毎日食べるこう。すごい景色もいいですね。あと女性的な景色もめちゃめちゃいいです。足とかもめちゃめちゃ綺麗で食欲が倍増します。ポン、I love you。 I love you かわいい。ということで部屋を案内してもらいます。ポンちゃんが生まれ育った実家です。ナーラクマーク。階段もすごいいい感じです。そしてやっぱりこの子めちゃめちゃスタイルがいいです。グワン。そしてここが、おお、めちゃめちゃ開けてて景色もいい、かつちょっとプライベートな感じで寝るところもあっていいですね。はい、ということでバンガラーでの日常風景です。ここめちゃめちゃやっぱり雰囲気いいですね。そして日常風景こんな感じでもありますね。特に何をするわけでもなくくつろいでいます。昨日実はこの子が別れると言って出てったんですけど、ちょっと原因も分からず、やっぱり女の子だから浮き沈みが激しいのかもしれません。謎の石に謎のことをしてます。なんか石と交尾してるように見えたんですけど、何してるんですかねこれは。あらいな、この石が、うん、チンコと金玉に見えたのは僕だけでしょうか。いやーいやー。はい、ということで昨日この子夜泊まってくれたんですけど、着替えがめちゃめちゃ可愛いのに着替えてくれましたね。うん、ちょっとギャルっぽいんですけど、うん、初めてギャル服を着てくれたんですけど、すごい可愛いです。なんか日本のギャルより、うん、アジアのギャルやっぱりいい感じですね。はい、ということでまさかのポンちゃんの実家にお呼ばれしてムーカタ大会です。夜の風景こんな感じです。今夕暮れ時ですね。あっちにサンセットが、お湯を沸かせなくてもカップヌードルが食えるかもしれません。ちょっとどんなのか見ていきましょう。熱い熱い。チンラン、うん、えじおー、なんか作り方に苦戦しています。I don't know. やり方は合ってますね今のところ。そしてこの後、あ、もうできますね。これできる感じだと思う。わ、めちゃめちゃ綺麗。ジンガースライムアグということで、めちゃめちゃ景色のいい中昼ご飯を食べてます。こんな景色ですね。にしても女の子が太巻き食べてる姿もすごいいいですね。青空の下の太巻き。そしてこの子今日格好めちゃめちゃ可愛いですね。ギャルの格好顔をしてます。この子が僕の服に、うん、太巻きのノリをねじってきてます。こうくんか。そしていきなりスパンキングから始まりました。実は今日もうちょっと外デートしようって言ってたんですけど、この子が、うん、もう我慢できないホテル行こうと言って、うん、早くホテルにチェックインしたいと言いましたね。そしてもう我慢しきれないんですけど、このダブルベッドです。めちゃめちゃでかいです。ジンジンジン、パイパイパイ。そして実はこれが目的の場所です。ここですね、プールがありますね。うわっ、おー、ポン、ワッツ、ポンちゃんまさかの水着姿です。めちゃめちゃ可愛いですね。うん、ポンちゃんビキニに着替えてきてくれます。はい、そして今肌をきれいにするためにクリームを塗ってくれてますね。うん、めちゃめちゃ綺麗です。うん、あとこれプール以外なところで女の子がビキニになっていると可愛い気がするの僕だけでしょうかね。他の意味でちょっと、うん、ギャルですね。めちゃめちゃ可愛いです。今日ビキニ似合ってて、あと Can you show the name? Can you show the name?、うん、そしてネイルもこんな感じですね。うん、めちゃめちゃ似合ってます。あと指輪とかもしてて可愛いですね。
それではレッツゴーザプーバイプーナ。はい、ということで行きましょう、うん、めちゃめちゃ綺麗ですね。さすがに言わない。さすがに恥ずかしくてデニムを履いていくみたいですね。途中までデニムを履いていく作戦かと思います。はい、そして今この僕がデニムを恥ずかしながら抜いてますね、うんうん、本当と言いながら、うん、そしてもうこれほとんど僕は水着と下着の区別ついてないので生着替えに見えます。 OK、 カムカムエンターラン、うん、後ろ姿こんな感じですね。めちゃめちゃ綺麗です。ごくんか、うん、でもやっぱり女の子水着と着るの楽しいみたいで着るとはしゃぎますね。めっちゃ着てる感じこんな感じですね、うん、この子と肌の相性もいいみたいでいつも抱き合ったりしてますね。それでこの子から抱き合ってきてくれたり僕から抱き合ったり